Let's go。 ジョブチューン R。 ぶっちゃけ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 。こんばんは、 TBS アナウンサー田中みな実です。この番組はあらゆるプロフェッショナルが知られざるその職業の秘密をぶっちゃける TBS テレビで放送中、ジョブチューンのスピンオフ番組です。毎週ゲストを迎えてテレビでぶっちゃけていただいた話はもちろん、テレビでは放送されなかった話をぶっちゃけていただきます。今週のゲストはファッションデザイナーの越野美智子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは40年にわたってロンドンを拠点に活躍している越野美智子さんとぶっちゃ けそれでは早速参りましょう。ファッションデザイナー越野美智子さんのぶっちゃけ。一流デザイナーのデザインは他のブランドの新製品に。Let's go。 よくパクられます。パクられる？デザインを真似されちゃうんですか？そうなんですよ。うーん、ですね、このパクられるっていうのは、うん、まあ、私のイタリアの工場を使ってやってますので、そのイタリアの工場、自分の作ったものがすごい、なんかこれはもうすごいぞと、これに力入れたっていうのに限って、うん、3週間ぐらいしてやる時に自分が一緒にやってるところの違うレベルで出てるの、一緒にやってるブランドから、やってるところの同じ会社のブランドがそれをパクるの。でそれが回り回ってそこのまた違う会社が真似する。ああ、また違う会社、まだだからあっという間に一体いつのコピーかなって感じで、結局全部コピー回るまで 2年かかるんですけど、2、3年。なるほど。だからパッと見たら、いや、またこのどこの会社か知らんけど私の履いてるみたいな、結構あるんですよ。越野さんがデザインされたものっていうのは、イタリアの方で、イタリア生産ですから、じゃイタリアで作ってもらってて、はい、その作ってもらってる間に、違うところがもっと近いところの工場で、作って真似しちゃうと。真似しちゃう。だからそれが先に市場に出ちゃうわけですね。そうはあ。でそれをどんどんまたみんなが真似してってやっていくから、イタリアから上がってきた頃にはもうみんなが持ってる。真似して、しかもまた飛んでイギリスの人がまたそれを真似して、海外でも。そうですよ。そうか、真似して、それでイギリスの人が、これ今頃、6年前にね、私は6年前にデザインしたのが、はい、イギリスの人が真似して、でほんのこの間パッとなんか誰かがちょっと調べたんだけど、リアーナが入ってた。リアーナさんが？リアーナ、すごい、入ってた。なんでって言って、これもう6年前のデザインがさ、イタリア、イギリス人が真似して、これこの人入ってる。いや、でも6年前のデザインを今真似しても通用するっていう、全然平気なんですよ、私は平気じゃない。そうじゃなくても、そのデザインを考えた越野さんがすごいですよ。いや、そのね、さあんまりね、流行がどうのっていう意識なしに作ってるから、いつでも OK みたいな、いつ着ても流行にとらわれず、そうへえ、デザインするときなんかこう流行りとかじゃなくて、どんなことを考えて作ってるんですか？そのいわゆるこううろうろしてるときに、ピンとこれだっていうようなひらめきが、インスピレーションがパッと来るんですよ。その時にパッと手帳書いておくの、すぐ忘れるから書いておくの。もう走り書き、メモするみたいな感じで。そうで、机に座るときは整理するっていう感じ。もう全部思いつくときは普通にこう、移動中の飛行機だったりとか、カフェでお茶してる時とか、そういう普通の時にパッとひらめくわけですか？こんな感じ、ずっと考えてるから、ずっと考えてるんですか、ファッションのこと。でも真似されちゃうっていうお話さっきありましたけれども、著作権っていうのはないんですか？もうね、それ言ってると、私自分の方がたくさんお金出さなあかん。そっか、著作権取るのもまた大変なんですね。それをね、権利、これちょっとロイヤーに言って、ロイヤーの人が一番たくさんお金儲けるみたいなもんだから、弁護士さんが一番儲かっちゃうっていう。そうだからもうちょっともう諦めました。そうですか。デザイナーの妙味にある。デザイナー妙味に尽きると。尽きる、それです。心が広いですね。いや、もう出ないと、そういうあんた仕事できませんよね。そっか。今モード学園で指導もされていると。はい、そうですね。教える時ってどんなことを
こう心がけて教えてますか？あのね、私はあのデザイナーで、ほんでその、あの作るところと、うん、ほんであのあのエージェンシー売るところとこう一緒になって、それは私パート1ですよね。でパート2とパート3、そこ3つで一緒にならないといけない、ええ、でやっぱりデザイナーを心がけるにはどの部分でも本当に好かれる子になりなさいっていうので、やっぱりね、ちゃんと挨拶できる人、人の気持ちになれること、でそれをやっぱりもう一番基本的に大切、もう腕がデザインがどうの天才、そんな感じがまず好かれないと、やっぱりそこで信頼関係ができて、 あなたのためにもういい服作ったらわっていうようなぐらいの普通のファクトリーがやっぱりできてこそ、こう上り詰めていけると。そう1年にどれだけの人がさ、うん、卒業すると思います？あの世界中でもうデザイン学校なんてものすごいたくさんあるじゃないですか、ありますもんね。でそんな感じでピッとこうあの光ってる人っていうのはやっぱり絶対にあの好かれる人、人間性がいい、うん、それがね、やっぱりそれは世界中でもどこ行ったかって共通、へ、うん、言葉じゃないです、まあ、でも大事なのは人間性。そうです、まあ、どの仕事もそうですよ ね同じですよね。越野さん、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。どうも。本日のゲストはファッションデザイナー越野美智子さんでした。エンディングのお時間となりました。ここで番組からお知らせです。ジョブチューン R では皆さんの職業の秘密のぶっちゃけ情報をお待ちしています。私の仕事にはこんな業界用語があります、こんなルールがあるのはこの仕事だけ、実はこの仕事をして一攫千金しましたなど、メールで送ってください。アドレスは job@tbs.co.jp job@tbs.co.jp まで。たくさんのぶっちゃけお待ちしています。 TBS アナウンサー田中みな実でした。それでは来週もぶっちゃけ。